はい、こんばんは、めめです。とカイティです。というわけでね、ヘブ版の何だったっけ、リリース100日記念ガチャのチケット、そう、それがね、今日10日目来たんであなたのやつなのに私が言ってるじゃん。そうね、100日チケットガチャが、はい、ついにチケットたまったんでね。今 SS 何体持ってるんですか、ちなみに。今ね、ちなみに自慢の我が子たちを、ああ間違えた、リアリティで、はい、絞ったらこんな感じです。今9、あれ私の方が多いじゃん。いやいや、そりゃ当たったからだろ、この間、昨日、今日。違う、今日私ユイナ先輩だったんですけど、同じやつで、うんうん、でもそれで11なんよ。そんなおるん。もともと10おったんよ、うん、で11になったの。へえ、あれと思って。あんた最近めっちゃ当たってたじゃん、めっ SS、うん、でもかぶってるからね、結構。あ、今それでいいけどね。パーティーこんな感じで、へえ、やっと11,690。私とあんまりかぶってないんですよね。そう、ね、意外とね。そうなの。もっぺん見よう。だって俺ね、うん、だってあれだもん、天音と長宝院と文ちゃんがもうあの2回かぶってるから、うん、ああそうなの。そうなの。そういうことにもなってるんで、残念ですが。残念でもないけど、まあいいんだけど。マジでちょっとへこむわ。12体、うん、11。でも俺今回当たるから、これで一体かく。でも被ったらショックやな、これ。あかんくない、これ前振りちゃう。いやいや、そんなことないって。ほんま？まあ。本当に大丈夫？いくよ。で、もうちょっとね、これもこの間めっちゃ2体出たんでね。うん、また弾けたら嬉しいなと思うんですが。うん。じゃあ行ってみます。はい。はい。迷わず弾けよ。迷わず弾けよ。ドーン。まあでも1体は当たるっていうのが。そこは絶対に。うん。嬉しいよな。音楽出てなくない？出てるよ。ただちょっと多分小さくしてるからね。あ、もう確定だからね、心置きなく。でも S2 体も出ていいな。私この間 S4 体だったの。最後の SS とさ、S、うん、あの最初 A ばかりやったんよ、うん、で S1 体がまあ変わって、うん、なっただけで。おお、わしゃうんたらかんたら、ね、あれ、うそ、あ、また来た。え、何これ。白虎じゃん。あ、白虎来た。だってバーンって白虎がいい。いや、誰がこんな喋り方するっけなと思って。あ、すごくない、白虎来た。いいよね、評価が、ね、白虎いい。あの、欲しかったんで、あのブレイカー、うんうんうん、バスターやったっけ、何やったっけ、あれがいないから俺壊す。ブラスターそうそう、ブラスターいなかったから、うんうん、あ、マリー、マリーこの間引いたんがブラスターにならないだっけ、マリー。おー、そうなの。ちゃうの、あれエンハンスやな。私カレンちゃんがね、やった。あ、まあ、ここでもう一回変わったらどうしようかなと。あ、これでもうクラッチや。毎度もう絶対被ると思ったけどね。あ、やった。これでもし最後の、あれ被らんかったら俺並ぶよ、これで。ついに私本当出ないんや、最近。今日確定だから出た。ボンちゃん来たよ、ボンちゃん。ボンちゃんやったっけ、ワッキーじゃなかった。ボンちゃんブンちゃんと合体してるよな。ボンちゃんね。ボンちゃん違うよ。ボンちゃんはあの、そうそう、バカビンスのボンちゃん。おたまの子でしょ。あ、おぎゃった。何て言うんだっけ、なおぎゃったな。またおぎゃった。バブミ。シャル。シャル来た。シャルの SS 来たら欲しいなと思うんだけどね。ああ。そうそうそう。まあね、ヘブ版どのキャラもね、すごいあの魅力的なんで。うん。いいですが。おお、サメッチね、サメッチの SS いいなと思う。あれ、さあ最後はブワーってきたいのに。何これ、あ、くびるな。お、やった。私これ今日もう今朝見たから、うん、もう言葉だけであって。やった、俺も来た。ザンだけ SS いなかったから、もう私だけ持ってた。12台並んだ。やったー、やった、来た。俺すごくない？うん、2回連続あれなんだけど、10連 SS2 体だったんだけど、ちょっと1回、うん、指間違えてアプリ消してみて。ダメ。おお、というわけでやった、10連めっちゃ当たった。2体もね。あ、やった、 SS 来たん嬉しいな。うわ、嬉しいな。2体来るって。そうだから、この間もこっちの動画1個上げた。仕事枠じゃない。いやいや、違う。いや、1.5 倍でね、2体引いて。うん、ずるいわ。というわけで、じゃあ記念すべきもう一遍、はい。自慢が始まりますよ。やった、すげえ。2回連続 SS2 体来た。ほら、これで2、4、6、ハート、うん？ 2、4、6、ハート、11。あれ、11だよ、でも俺。あれ、うん、あ、そうやな、9足す2。じゃあ、カイジまだ 1体負けてない？うん。10いて、
ゆいな先輩入って11位。あ、そうかそうかそうか、うん、なんかちょうど一緒なの。やった、並んだ。今こんな感じです、うん、でも私カレンちゃんいるし。それいいよな、カレンちゃんいいよな、ほんと。あ、でもほらブラスター俺 初めてなんだよ。うん、やっとブラスター入った、ね、もうもうほんとね、あのネタバレにならない程度に言うと、あの何三章先日やっとクリアして、うん、もうブラスターいなかったから、まあ苦労した。あ、いやまあ分からん、ブラスターいなくてもいけるんだろうけど、うん、もうセイラさんいなかったらどないになることかっていうぐらい、もう頑張ったんですが。え、これ一通り揃ったんじゃん、アタッカー、デバッハ、バッハ、ブラスター、うん、バッファー、ブレイカー、バッファー、うん、うん、ブレイ、ディフェンダー、あれなんか一人いなくない、あれ7種類じゃなかったっけ、6種類やったっけ、え、知らない、あれ覚えてない、あれちょっと絞り込みするからややこしいんだよな、ちょっと待ってよ。アタッカー、ブレイバッファー、バッファー、ディフェンダー、あ、ヒーラーがいないんよ、ね、そう、ほんとね、おたまさんいないんだよ、俺も他にもいないよな、いないいない、うん、 3-1-A 揃ってないもん、もうだから S のおたまさんでヒーラーだから、 俺の中のヒーラールカだもんルカのリカバーかセイラさんのリカバーもロリータさんはリカバー、あ、ロリータもリカバーは持ってるけど、だからあの、え、 S 玉が SS の玉やったっけ持ってる、あの、うん、何やったっけ、あのブレイク DP が壊れた DP 復活できるやつあるじゃん、うん、ブレイク復活、ブレイク復活のあれ持ってないから、ブレイクした瞬間もう下げるしかないっていうね、うん、そうね、そう、それがもうすごい残念なんで、今一番実は求めてるのはヒーラーなんですが、まあ、うん、まあそんなわけでね、うん、3章のメインストーリーもクリアしましたし、でイベントのストーリーもねクリアして、もう満を持した後は次のストーリーを待つか、まあイベントも一通り交換したんで、イベントまたね、イベントストーリーが切り替わるからね、もうすぐ。あ、そうなんだ。うん、何も見てないけど、次あの色色派、うん、うん、絵描く、うん、あの子のイベントストーリーが確か、え、じゃあ何 3-1 何になるんかな、なんだっけ、イロハは今 31B31C って、あ、ここだね、 31D、 あ、また 31D なんだ、この間もしたのにだったような気がする、あ、違う違う、イロハじゃない、え、こっちじゃなくて、そろそろだかな、違うか、イロハは誕生日だっけ、なんかいろいろわかんない、あ、うん、違う違う違う、これか、マルちゃんか、いや、マルちゃんなんだよ、ついに、 それの時にイロハが誕生日で被っちゃった、確かね、この松千代の話が面白くてね、交流のメインのストーリーかな、まあまあ、まるちゃんの話があるっていうのはなんかちらっと、へえ、メインかもしれないけど、まあこんな感じでいろいろね、もうまだまだいろんなキャラもいるんでね、話を見ていったら面白い、いいなー、カレンちゃん欲しいなー、もう、あ、夢は 3-1-A で揃、ね、染めるっていう、うん、っていうのを楽しみにしてるんで、まあそんなわけでね、はい、10連ガチャ、あの確定ガチャ当たりました、また、ね、白子育てないとね、というわけで、ね、飼育しないと、そう、またこのまま続けていきたいと思いますんでね、うん、ヘブ版のよかったらお友達紹介もぜひお、ね、え、もうでも切れるんじゃないのこれ、あ、本当だ、31日 だ、 だから、あら、誰もすごいダッシュでしてもらわないと、そうだよね、ストーリー頑張って絶対無理だろ、ね、そんなの、まあまあいいや、まあそういうことがあるんでね、まあ面白いんでぜひやってみてくださいということでね、はい、キー作品好きな人は特に、まあゲームとしてもすごい面白いしね、うん、ぜひぜひやってみてもらったらいいかと思います、はい、というわけでまたお会いしましょう、ではでは、ではでは。